八重山は海上自衛隊の総会館。八重山型総会館の一番館。官名は八重山列島に由来する。八重山は海上自衛隊発の総会館である。中期防衛力整備計画に基づく平成元年度計画総会館301号館として、日立造船神奈川工場で1990年8月30日に寄港され、 1991年8月29日に浸水。1993年3月16日に収益し、第二総解体軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。同年3月23日、第二総解体軍令下に第51総解体が新編され、同日付けで収益した2番艦、津島と共に編入。2000年3月13日、 総会部隊の再編により総会大軍が新編され、第51総会大が総会大軍令下に編入。2001年6月11日から22日までの間、シンガポール周辺海域で実施された第1回西大平洋、総会訓練に総会母艦、文後、総会艦、飛島と共に参加した。2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣のため横須賀から出港する。2014年10月27日から11月13日までの間、総会母艦、文後と共にアラビア半島周辺海域で実施された米国主催第3回国際総会訓練に参加した。2016年6月28日、除籍。 走行低距離は281784.5ナノメートル、走行開始数は38504.0時間に及んだ。機雷処分用として全甲板に j m 6 1 m 2 0ト、mm、ル、多重新機銃1機を装備する。ありがとうございます。